はい、こんにちは、シャレンジャバヒカリです。今回はね、以前から言ってたこちら、ニコンのクールピクス S6600 ですね。はい、こちらとね、お別れすることになりました。はい、いや、買った時はめっちゃテンション上がって、もうこれが YouTuber にはもうこれが一番だって言ってたんですけど、これはぶっちゃけ初心者 YouTuber っていうか YouTube を始めるにあたってはぴったりかもしれないけど、やっぱね、ちょっとね、僕ね、最近やっぱカメラが好きでいろいろ買ったりするんで、そうなってくるとやっぱなんだろうな、いらないのが出てくるわけじゃないですか。ちょっと機能は被ってたりとか、そうするとこれはね、お別れする羽目になりました。はい、なぜかっていうと、まず第一に音が悪い、音がかなり悪いですこれ。うん、だから本当にね、これを使いたい時っていうのは限られてて、自撮りでしかもコンパクトに持ち運びたい時にしか使えないですね。はい、まず自撮り、あとね、最近自撮りカメラっていうか自撮りに向いてるカメラをいくつも買いましたっていうか、2個持ってるんで、もうすでに他にも、このね、ズームの Q4 っていうやつなんですけど、これがまずビデオカメラなんで自撮りもできて、これは広角と音質がいいんですよ。はい、ね、もう一個はね、こっちにあるんですけど、よいしょよいしょ、こちらの NX5R、 これは完全に映像がいいです。はい、で音質も NX5R とこの S6600 だと NX5R がちょっと勝ってるんですよね。うん、これも自撮りもできるんで、やっぱりそうなってくると、これの良さっていうのはコンパクトなっていうとこしかないんですよね。あと落としたら壊れそうっていう、結構それもあるし、まあそれはどのカメラにも言えるけど、落としたら壊れちゃう割にコンパクトで持ち運びに便利っていうことは、持ち運んで使うくせに落としたら壊れるんで、結局そのリスクを考えると、そんなに、しかも外でコンパクトに持ち運びで自撮りしたいっていうタイミングがあんまなくて、だったら別に NX5R でもね、あの Q4 でもどっちでもいいかなっていう。だからそうなってくると、これはいわゆるなんていうのかな、リストラされることになりましたね。まあこの仕様についての動画はちょっと概要欄にリンク貼るか分かんないけど、貼っとくかもしれないです。あのちゃんとあの動画撮ってあるんで、それで見せますけど、こんな感じで、まあね、液晶が動くんですよ。いわゆるね、これチルト、バリアングルっていうか、チルトでいうか分かんないけど、これで自撮りができるんで、あとは Wi-Fi とかもついてるんで、ほんとね、まあカメラ1台しか持たないんだったらこれでいいと思います。はい、ただ今この、なんだろうな、自撮りしないんだったらこれはね、良くないですけど、自撮りするカメラだったらこれが一番手頃で、値段もね、あとデザインもかっこいいからいいと思います。はい。ちなみに僕はこれ Amazon で8800円送料込みで買いました。はい。で、フリマアプリで9700円送料込みで売りました。はい。そんな感じなんで、まあまあまあ、プラマイゼロぐらいかな、ちょっとプラスぐらいにはなったんだ、なってるっていうんですけど、まあ、すごくいいカメラだとは思うんですけど、ちょっと僕にはね、もう必要なくなったっていうか、ほんと使わなくなっちゃったんで、うん、今回これはね、はい、手放そうと思います。はい、まあなんだろうな、ここのね、三脚穴とこれが微妙にね近くて、 あれが微妙とか、あとここが開いちゃうとか、あとはなんだろうな、このボタンがちょっと押しづらいとか、あとなんか余分な機能がついてて、手でこうやってなんかやったりする、なんか余分な機能があったりして、自撮り写真とかもちょっと撮りづらい部分があったり、ちょっとね、そういうね、いろいろ僕にとってはうーんってなったんで、今回こちらはね、お別れすることにしました。でもやっぱり顔出しして YouTube を撮りたいっていう人には、もうやっぱ未だにこれはおすすめですね。なんでかっていうと、価格と使いやすさで言うとこれです、値段的にね。いや、もちろんもっと値段が張ってもいいんだったら、ビデオカメラとかもおすすめだけど、こちらはまず持ち運びしやすいしね、これめっちゃコンパクトだから。うん、でまあだから値段もね、8000、9000円かな、今っていうか、だいたい9000円前後で買えるんで、これね、Amazon で買った方がいい、おすすめだと思います、もう YouTube 始める人にはね。ただカメラにハマっていくと、ちょっと物足りなくなるっていうか、ぶっちゃけ YouTube って音質とか画質は関係ないんだよ、そんなに。普通のカメラでスマホレベルだったら、スマホ以上のレベルで撮ってれば問題ないんだけど、まあやっぱね、ちょっと自分なりに気になったりとか、あと操作性とかでちょっと、まあまあ使いこなせばいいんだけど、ちょっとこれは使いこなす気にはならなかったんで、ただデザインは気に入ってます。はい、という理由でちょっとね、話がまとまってないかもしれないけど、お別れすることになりました。はい、ということで9700円で、付属品とかも全部つけて、売りましたね、売れました。明日発送します。バイバイ、ニコンクールピクス S6600。
Please subscribe.